これで大丈夫か。よし。今の、PC の内蔵マイクになってましたね。で、PC の稼働音が聞こえてた。で、お待たせしました。向きは、あれ？ちょっとこれで前向いたら上向きすぎだから。あ、角度を調整します。こうと、GoPro ちょっと上向きでも大丈夫かな。こんなもんか。よし。PC のファンの音ですね、多分。内蔵のマイクが拾ってたのは。これでよし、これで前向いて、まだ上向いてるな。出発はもう今からです。あそこの赤いのをこれでまっすぐ捉えて、大体捉えてるな。よし。雨、いや、さっきまで降ってました。今一時的に止んでるみたいですね。あ、そうだ。あと今屋内だから防音小さくしてたんですよ。それを全開に戻して。よし。通常配信まっすぐなりそうですね。よっしゃ。さて、洋蔵さん。降ってますね、やっぱり。見えるかな、見えるかな、これで。この水たまりに小雨がパラパラ当たっている様子。あ、いらっしゃいませ、スマンさん。商店、商店って何だっけ、何のネタだったっけ。自転車も一晩、この5インチパソコンって出るんですか。5インチ、5インチ。タイムシフト、すいません。で、まだ、エルトマンさんいらっしゃいませ。あったこれの中に紛れてたのか。このウエストバッグケース、このケーブル出すための穴を開けた、ウエストバッグケース、ここに入ってたのか。くそ、10分以上もかけて作ったのに、もう1個ツールナイフのちっちゃいハサミでやったのに。でも1個、そうですね、あったよ。これがあったら放送あと10分早く始められてたのに。意味ないか。で、ちょっと待ってくださいね。防水対策して済まなきゃいけないんで、もうちょっとかかります。タコポさんいらっしゃいませ。いや、絶対どっかにあるとは思ったんですよ、絶対。それには確信があったんですけど、探し出すのに時間かかりそうだったんで、この自転車に積まれてるこの中の荷物から探し出すのに時間かかるっていう。ノバイルバ、53、5位がそうですね。よし。で、これでこう積んで、これまた後で中のもの取り出すの。鍵外して入れとかないと。カットは、いや、今日はバッチリですよ。ズボンの方も、ほら、見えますか？モントベル。タイヤ？そう。今日はいつもの穴あき手袋です。ライコさんいらっしゃいませ。小雨がずっと降ってるんですよ。だから路面もかなり濡れてる。モントベル。ランドセル、どれだ？黄色いのか。鍵、街中ですからね。さて、そう、モンベルでございます。黒猫の箱は処分してもらうようにさっきお願いしてきました。よいしょ。水門。スキューロックはそこまではあまり考えてないですね。それでも娘のやつはもう何やっても無駄なような気がするし。いや、地球ロックして諦められたらそれの方がいいのか。船に置いてあるのは、テント。島の人、そう、島の人信用してない。テント、マット、空気で膨らますタイプのマットと、で、これがジップロック1枚に入りきらなかったから、両側からこう合わせてなんとか覆った寝袋。こいつだけは濡れるんだ、濡れるんだじゃない、濡れるんで。語尾間違えるような、いつも。いらっしゃいます。今、増田っていうとこです。
突起物、あ、これはですね、テントのポールと、折りたたみ式の椅子です。で、テントのポールがですね、またなくなった。テント本体前に落としたんですけど、今朝はですね、6時半の朝ごはん、6時半からなんで、6時半から8時の間なんで、朝一で食おうと思ったらですね、寝てた。昨日12時前寝たのにな。そう、テント積んでます。今日は萩の、繁華街である萩の道の駅泊まろうかなと思ってるんですけどね。雨降ってる。で、これ、スペリドメマットを挟んで、ここは島根県です。もうすぐ山口県に入ります。そう、今日野宿したいです。道の駅に泊まるから、キャンプっていうのとはちょっと違うんですけどね。萩の予約とは、疲労度はさすがに昨日下っただけなんで、大したことないです。まあ一日、フライパンもあります。できた。最後は今日、萩までの予定です。今日はペヤングかもしれない、わかんないです。塗装バリバリ剥がれてます。滑って、あ、延長。確かしたはずだけど、もう一遍確認します。ありがとうございます。一人ね、そう、いつもは二人で寝てるのに。おっと。ヒルクライム。今日はですね、100メートル級の登りが4つぐらいある。そんだけです。荷物は、十何キロぐらいかな。20キロはないと思いますけど。ロガー確認。あ、ロガーは今、GPS ナビとして、あ、失礼しました。あ、そうだ、 GoPro の方に給電しとかないと。GoPro 給電用のどこ行った。あ、これか、いました。失礼しました。結構なんか緩いので、あ、本当大変です。もう面倒で。防水対策して、もう放送するだけでも面倒だというのに。GPS OK です。あ、今ここ、それもまた大変だな。今ここは iPhone を今ウエストバッグのポケットに入れるようにしました。取り出しやすいように。ズボンの方だと、トワさんからいらっしゃいませ。忙しいです。大変忙しいです。今ここのオン、あと X バンドレーダー見とこう。ウェブカメラ防水じゃないんで、目張りしました、あちこち。ホットボンドってやつで、グルーガンってやつで。あ、出てないけどなぁ。こう、浄化層。iPhone ハンドルマウントは防水がないんで、今日はできないです。長時間乗っても、道によりますね。忘れ物。この中にはない。よいしょ。ここに忘れてない。よし。で、タオルもちゃんと回収してきたから、大丈夫なはず。晩ごと。小雨よりちょっと強いぐらいのがずっと降ってます。あ、あなたの女子大生さんいらっしゃいませ。ライダーハウスじゃないです。ここまで宿です。じゃあ出発。よし。ここが、昨日泊まってた、みそのさんってとこです。GoPro も、OK です。あ、そうだ。あと、あ、レイムさんいらっしゃいませ。ちゃんと録画できてる。いや、こんな日私は走ることほぼないんですけどね。旅行中なんで。赤いオブジェ。赤い、あれなんですかね。多分さっきの獣医さんの味、私もそう思いました。
なんかパチパチいってるのなんだ。これか。これだな。ああ、多分やっぱこれだ。意外と降ってるな。靴カバーもつけるべきか。メガネが濡れて嫌な気分になります。あとは、小雨だからと思って、実は USB 接点の防水してないんですよね、まだ。もう一手間いるな、完全防水には。問題、静かを持ってます。秋吉台、明日行きたいです。そもそも今日、萩までちゃんとつけるかどうか不安ですけどね。この調子じゃ、出るの遅かったし。これ雨そのものより、このパソコンはまあスペックギリギリです。萩まで60キロぐらいだったはず。60キロちょい。いや、ね、欲しい。ヤマトちょっとまたなんか読み切れ早くなってる。そう、気をつけないと。メーテル、あと昨日GoPro の録画したやつ軽くチェックしたんですけど、雨粒がひどい。濡れるんだったらザバーと濡れなきゃダメですね、 GoPro は。ホットボンド、そうです、予定し、まあ宿取ってないからその分気楽ですけどね。こんなのはまあそうですね、安全第一全くだ。うわ、台風中継。まあ風がない分まだマシかな。山陰、完全、そうなりますかね。うん。北陸あたりから全部繋いでるはずなんで。下関か。下関は、土曜日の夜に着くかどうか。いや、着かないんじゃないかな。あ、そうか、男の子はそういうにしてましたっけ。今歩道の方にいるから渡れない。ちょっと待ってください。今操作できるかな。雨降ってます。ああ、なるほど。このスピーカー100均のやつなんで、もう濡れっぱなしで放置してます。私は今回5連休。ちょっと待ってください。わ、自分から滴る水が、滴る水が、いいよ、これでよし。接点の防水もしないとな。めんどくさいけど。関門トンネルで甘いもの採血やってましたっけ。関門、水が滴ってて PC 操作しづらい。頭の上のは GoPro っていうHD 画質のビデオカメラです。ラフブック。あの T シャツの看板見ましたか。ボンネット再利用だ。今日写真撮れないけど GoPro で撮れてるから大丈夫だ多分。あ、そうか、でも拭っていかないとダメか。 GoPro のレンズのとこだけは頻繁に指で拭いながら行こう。メガネついてきて曇ってます。曇るっていうか、メガネはですね、端から見るほど見えなくはならないんですよ。けどやっぱ邪魔だな、雨粒。大事だな。今日さすがにこれ半袖一丁で走ってたら寒いですね。蒸発熱で。ゴーグルにワイパー欲しい。昨日の映像は本当になんかGoPro で雨宿りしたとこありましたよね。民家の納屋で。あの時もしゃがんでる私の顔のところに見事に水滴がかぶさって、なんか自動モザイクかかってました。メガネ撥水加工は、あ、クリンビューってやつか、そういう製品は。うわぁ、降り続いてるな。昨日の予報では昼過ぎには曇りになるはずだったんですけど、今日の予報を見たら、新しい予報を見たら
3時ぐらいに、12時だけが曇りになってて、3時台またあの雨が降るみたいでした。冗談じゃない。あとこの程度の雨だったら X バンド出ないんですね。今これは20キロ前後切ってる時もあるかもしれない。行いが、いや日頃の行い私いいですよ、超いいですよ。あの常にそのテレパスに監視されているという、あのトラウマが心の中にあってですね私以外に走ってません。歩いてる人もいません。あ、海だ、カッパいらず。あ、全身雨具なんて久しぶりだな。昨日も一応全身雨具だったけど、あれはなんちゃって雨具だったんで。メンヘラ、え、メンヘラはメンタルヘルスで、要はいわゆる精神的に不安定なって意味ですよね。あれかな、さっきのテレパス関係の話かな。そう、七瀬再びとか、あのあたり破けたお尻は使えん。自転車のなんて、あ、すいません、トラックの走行音で。でも配信機材に防水加工してるとかなり安心して走れるな。結構強いファンです、かなり強いファンです。昨日指摘されたんですけど、旅のラゴスとかいいですね。確かに大っぴらにあの好きだと言える小説ですね。幻想の未来とか、あのあたりは微妙に大っぴらに言えるかどうかっていう。パプリカ、あ、それ知らないです。旅のラゴス、あとは、うん、あれはそうでもないかな。リフレクター付き、最近100均で100円で売ってますよ、リフレクター付きのやつ、自転車用として。ズームですか。視界は狭いとは思うんですけど、ズームかどうかってわかるかな。東海道戦争は、あの幻想の未来、まあ霊長類南へほどグロくはないですけどね。幻想の未来はまだなんかあの前向きな感じがする、少し。うわぁ、変わってない。あのでも本当宿泊まりしといてよかった。夜の間結構降ってたみたいです。昨日は40キロ弱かな。モチース海岸もスルー。ダメで聞こえない、なんとかですかって聞こえただけだった。そう、リフレクター、反射ベストですね。リフレク、リフレクって言っても私はファイナルファンタジープレイしたことないんですが、防水、あ、前持ってたんですけどね、あまりにもあの暗さに弱くて、そう、あんまり走ってないですよ。放送以外で走ってることほぼないですからね、最近。最近というか放送始めてから放送以外の走行ってほとんどないです。人と走りに行くときは別として。100キロめったにないですね。GoPro のレンズどこだ、これか、潜っておく。今日は何時頃にパンクしますか。この中でパンクは勘弁です。どんどんシャワーが上がってきて、シャワーが、水がってことですかね。うん、あー、一応先めんどくさいな。それはちょっと嫌ですね。あ、そうだ、 USB 接点さすがに防水しなきゃもうまずいな。あれウェブカメラと延長ケーブルの間、何時頃に何できなくなる。今日は延長詐欺ないよ、絶対ないって。ないといいですね。ないといいな。カッパモンベルのやつです。レイン、
サイクルレインジャケットとサイクルレインパンツってやつ。現行で905、ヘルメットマウントだったら小さい方がいいんで、私はそれにしますね。今でもというか、まあ、これ今使ってるやつ飲んでる。ストームクルーザーは登山の方ですよね。雑談はなぁ。190、まあ、溝にずっと行きます。写真1枚も撮れない。どっかコンビニか雨宿りできるとこあったら。髪の毛が濡れて気持ち悪くないの？髪の毛、今んとこまだ大したことないですね。小雨だから、まあ、これから濡れてくるんでしょうけど、髪はまだ大丈夫。体の方に入ってくるとやばいですね。あと靴の中はやばい。目的にそれもある。コンビニあります、あります。コプラ、主にコプラ見かけるのは。ローソンもあった。セブンは見たかな。こっちで押し上げたりしたらどうしますか。上げたらそれは自然の自然のままに。今回はスタートの時以外でこうありましたか。スタート以外はないです。特弁あれちっちゃくない。昨日も聞いたな。晴れていれば何かのネタか。晴れていればそうなんですよ。眼鏡上げたら特にない。そうそう、成功もいいですよね。お弁当にご飯を詰めてくれたところですね。お弁当に、そう、炊きたてご飯を。太ももも痛くないの？太ももは今のところ大丈夫です。昨日全然負荷はかかってないので。でウェブカメラを拭うたびに角度変わるかもしれないんで、それは指摘お願いします。ここは大丈夫。カフェ、この格好じゃな。新しく購入したいです、したいです。あ、なんかあるな。あそこで防水対策しましょうかね。これなんか私もです。スノーに自転車でですかね。それはかなりデマゴーグだと思います。デマゴーグ。冷感店の中でも冷感は空いてたんですか。私は冷感そもそも履いてないですけど、会社の今新潟じゃない、どこだ、仙台か、仙台今走ってる会社の知人は冷感一丁で新幹線乗ってました。よいしょ。ファッションちょっと難しいな。あ、そろそろちょうどよかった。資格したくもなりますね。これ中からガムテープとシューズカバー取り出すためには、やっぱこれ外さなきゃダメか、めんどくせえ。よいしょ。ちょっとこれで横着するか。横着、結局後でより面倒なことになりそうだけど。あ、延長詐欺。よいしょ。無理無理する。山小屋、なんか海沿いの小屋というか、なんというか。あ、曇ってます。下関、私じゃ無理。こちらにちょっとカメラ置いとこうかな。私の声も入らなくなりますが、海水浴場そうかも。よっ、とマイクもちょっと外して、結構下向いてましたね。朝ごはんは記憶正しい朝ごはんでした。 GoPro のレンズが思いっきり曇ってる。両線の家ですね。ウェブカメラも浸水してる。ダメだ、やっぱりレンズの周りからこれ入るんだ水が。曇ってますね完全に。
あ、ダメだ。これじゃまともに配信できない。これ時間が経てば温度が一緒になって曇り治るかな。ちょっと GoPro の方は後ろのカバー開けて換気しとこう。ダメですね。これ真ん中だけは曇りが少し少ないので真ん中だけちょっと見えたりしますかね。あと GoPro の方はなかなか直らないな。靴カバー、あ、さっき来なかった。やった。なんでなんで、GoPro の方も曇りが取れたんで、そう、ビンディングのところ穴が開いてます。あ、ちゃんとそこまでちゃんと見えてますか。よいしょ。レンズ気温が温度差がなければ大丈夫だと思うんですけどね。よいしょ。放送な何で、どういう、よっと、放送中止はなんでって、なんでそういう話になってるんでしたっけ。危ないから、その雨の中視界が悪いのに注意力散漫になる放送をするのはって意味ですかね。まあ確かに放送の方は注意力はそがれるのはそがれるけど、なればなるほど、少なくとも後で面白い。消防署、
やめさせようというか、カメラ、あ、そういうことですか。いや、それはまあある程度対策したんで、まあ中に水入りましたけど。うん、もうすぐ。本当ですか。機材の話か。よいしょ。なぜ走るか。うん、安全第一。本当にそうです。よいしょ。まあまあ、なんでそれが荒れて、それで荒れるんだ。よいしょ。予備のカメラないです。持ってくればよかったな。カメラを後頭部に。ホットボンドが持ってくればって言ってもないろんな人が出てくる。よいしょ。じゃあこうして、あ、それが小銃とっていう。いや、でもそれは失礼だよな。よいしょ。で、よいしょ。まあ確かにブルベの人とかからすると、このぐらいなんて、この程度はもう全然なんだ、砂利って、あ、石か。うん、よし。じゃあちょっと雨宿りに写真も撮っとかないと。よいしょ。クルーズから来ない。クルーズ許可してないから。クルーズの足し寄りは、あ、よく考えたらこの末吉は一晩中濡れっぱなしだったんだ。しかも今も濡れっぱなし。今日写真ほとんどないです。 GoPro から切り出せばいいかなと思ってますけど、それでもな、 GoPro 雨粒ついてるから。よっと、だいぶ曇り取れてきた。末吉忘れてた。これあのライトが防水だから一晩中外に置いといたんですよ。いいやと思って。雨の、うん、マウンテンバイクで走るの問題ないです。乾くと、あのボボも ついてますよ。そうだ、サルボボも濡れっぱなしだ。あの下呂温泉の近くで道を歩いてたおじさんおばさんのおじさんの方からなぜかもらった、お近づきの印って言われて。ん、何になっちゃう。まあ、の野中愛。よいしょ。午後はそうですね、少しは、少なくとも上から降ってこなくなれば、あるいは路面がこんなに濡れてなければ。あ、ほぼ降ってない。で、上のあれは何ですか。ん、あそこで途切れてる。見えますか、あの上の方にあるやつ。ある、なんて言うんだろう、ベルトコンベヤじゃないよな。あ、上のは、そうです、線路です。てるてる、工事中。あれ線路じゃないですよね、細すぎる。なんか人が歩くためだけに作られてるように見えますよ。それかのベルトコンベヤみたいに、その一点に重さがかからないような銀河鉄道。何ですかね。なんか展望所みたいに見えるけど、そんなことのために作らないような。うん。ベルトコンベヤかもしれない。うん。誘導機。あー、そうか、岩見空港の近くか。なるほど。さすが、説得力がすごくある。なるほどね、誘導灯の上に光らせるためのやつか。あれ、でもそれだったらそんだけのポール立てればいいような気も。ああやった方がメンテナンス性がいいのかな。いや、空港には特にもう今日余裕ないし。なるほどね、空港の、あ、確かにあの赤いというか、あの光るところの根元の方が赤いやつ、ああいうパターン見たことある。今日は萩まで3万8000か。
車。今日はこれ逃げ道ないんですよ。脇道がない。あるところはできるだけ行きたいけど、誘導費ですかね。ん、何からオルトリーブ侵入、あのランディングの、ん、ウルベの何何、人気路線、あ、値段そうですね。小さいで191ってことは、ここが国道191号線か。ん、トヨタ掃除、あ、レンタカーですか。いや、トイレは今のところ大丈夫です。今日は萩まで、ん、取り扱い、ん、萩までが何々、やっぱり、あ、車のあのジャーって音がうるさくて、読み上げが半分ぐらいしか聞こえてない。明日は天気いいと、いいはずですよ。いいですよ。とてもいいです。じゃないと困る。ん？あ、さっきのオルトリーブの話か。飛行機、新幹線できました。新幹線プラス特急スーパーオキ。ちょっと雨粒がひどいですよ。あ、ライト、確かに。そうですね。つけとくか。丸一日は持たないと思うけど。あ、だから4つつけんだ。5段階中下から2段階目に落としました。いつもは上から、あ、いつもは4段階目の明るさなんですけど。下から4段階目。あ、リアか。なんか、あ、そっか、リア考えたら荷物があるからこれ意味ないや。荷物の後ろになんかつけなきゃいけない。一応あのパニアバッグとパニアバッグのレインカバー両方ともあのリフレクター後ろについてるんですけどね、あの濃度的に光るやつはついてない。今考えたら北海道を前ツーリングで何度も走ってた時には結構雨に降られてます。というか初めて北海道に行った初日が一番ひどい目にあった。台風なんか走ったから。あとはこの私の全身オレンジの格好で。ですか。日本中今天気悪いでしょ。どちらかというと全国的にいいか悪いかだったら悪いでしょ今日。論理、そうですか。技術者は理系人間です。 IT 系オラフル社員かもしれない。やからのペンション。どうでしょう。電話オレンジの活動ミスターでしたっけ。ちょっとここはペンション族がありますね。族、暴走族の族。レインウェアは目立つために色決まってますよね。地味なレインウェアってあまり見たことない。日本海すごく荒れてます。なんか風そんな強くないのにな。東海？今日途中はトンネルの代わり旧道があるところもあるんですけど、そっちだと標高差がプラス100メートルあって距離も伸びるので、今日はトンネル行こうと思います。確か今日超える
100メートル登りの2つ目だったかな。ああ、日本海あの辺りの氷期の話か。本当にこのレインパンツを履くとすごくあの足を回しづらい、すごく疲れます。あと今コメント結構スルーしたような気がするけど、まあ気にしない、まあ気にしないでください。疲れてるよ、うん、昨日のあのペナペナのレインズオンって100均のやつの方が足は動かしやすかったです。まあ破れたけど。なんか毎日あれ使い捨てるのでもいいような気もする。乾かさなくても良くなるし、でもなんかそれは消費社会みたいな感じで嫌だな。消費社会的な考えで、すごく風に破れてました。岩見リンクファクトリーパークっていうのは工業地帯？何もでもなくても、そう雨です。経済、うん、まあそういう考え方もありますよね。確かに、うん、サドルは大丈夫、普通で。サイクル用はですね、まあ、あとはその足の動かし方に合わせた裁断というか作りになってるはずですよ。よくわからんけど。ん、また曇ってます。うん、萩まで51キロか、まだまだだな。休むのがいい。そういうのになるのもちょっと嫌なんですよね。今までまだ50キロ以上ある。しかもアップダウンがまだ。どんな素材？そうですね。ありがとうございます。出発した。もう残り10キロぐらいだといいのにな。雨の中走るのは別に楽しくないです。しかもこんな幹線道路。山の中の車来ない道ならともかく、特に山の登りとかだったら速度も出なくて泥跳ねも関係なくなるからいいんですけどね。やっぱ50キロぐらい、さっからもう1キロは進んだはずなので絶対進んだ。ん？うん、そうですね。サイクリング、雨の日はあんま走らない方がいいです。でもやっぱりあの最終的にどこどこまで行くっていうのをある程度決めてると一日どっかで時間潰すっていうのもちょっともったいないんですよね。車飛ばしてるほどじゃないんじゃないですか。これはどちらかというと遅い方では難しいという、そういう感覚持ってるのはあの長距離の人たちですかね。カメラまだダメですか。これずっとこうなのかな。多分中のカメラの中と外の温度が一緒になればあの曇り取れると思うんですけどね。じゃあ、レースは何も出る予定ないです。レースはやっぱり趣味ではなかった。私はてぺぺんさん、おはようございます。ライトはですね、荷物があるんでつけても見えないんですよ。横から見たらエンデューロ、健康ランド止まることはありますけど最近ないですね。ライトは荷物が邪魔になっちゃってん？何の荷物を歩いてましたね今。
誰かが今これだっけ、渡ってましたね。荷物置いた、あそれもあるかも。ロッカーとかあっても入りきらないしな車。うん、でこの雨の中走って、まあでも今日山じゃないから下りでブレーキでリムが削れることあんまないか。体にライト、あヘルメットにつけてる人はいますね、結構知り合いで。島田さんもそうだった、ヤビス峠の島田さん。あ、ダンボールは部屋を掃除に来たおばあさんに、すいませんけどこれ捨ててもらえますかってお願いしてきました。ちょっと一生懸命こいで汗拭き出すから嫌です。あ、赤、後ろは後ろじゃないとダメですよね、あれは。なんだそりゃ。おお、水しぶき。お、水ですか。あ、うん。あ、レインコートにもそういやついてますね、確かに。うん。オートバイレース。ただそれは自分がむちゃくちゃ汗かくっていうことは想定してないんじゃないですかね。バイクは汗、自分がそんなにかくわけじゃないから、多分作りはかなり違うと思います、バイク用とは、おそらくは。まあでもどんなに雨具でも蒸れるのは蒸れますね。あ、そんな来てないな。あ、そうだ、チェーンだ。チェーンは一晩置いといて、雨が結構かかったから軒先とはいえ。あ、おはようございます。霧ですね。いや、皆さんにそう見えてるだけで、霧が出てるわけじゃないんですよ。ウェブカメラのレンズが曇ってます。チェーンは、いや、XTR じゃないやつだったと思いますよ。チェーンは錆びたかな。今回家出るときには、輪行する前に家出るときには、あ、聞こえます。あれ、あ、しまった、ウェブカメラの、あ、そうだ、ウェブカメラの設定の防水してなかった。何用のオイル？ちょっと今横で束ねてたウェブカメラのケーブルが落ちてきちゃったんで、ヘルメットの横につけてるランケーブルとかを束ねる用の引っ掛けフックみたいなのに引っ掛け直しました。何かの作業。うん、煽りコメント、チタンの、どうなんですかね、強度的にどうなのかな、あるのか、じゃあ錆びないんですかね。はあ、ここから、はあ、よし、急道、見たとこあんまなかったんですよ、今回のルートで。ここが最初の上りだな。トイレ、寒い時は結構来ますね。いや、まだ上りじゃないか、この先だな、この先で。あ、うん、下げたところ。うん、え、山口県境どこ、ん、はあ、そう、気温はもうちょっと寒い方が雨具着て蒸れる分蒸れてるので、もうちょっと気温低くてもいいぐらいです。イルメンテ、おやつ、実は出るときに昨日のランチパックの残り食ってきました。出雲ぜんざい風ランチパック、
食べっ子動物もいいですね。あれギンビスでしたっけ。だからいらない、いらない、人のこと言えんけどいらない。あ、トンネルの県境、なるほど。そう、明日は、明日こそは、今日せめて距離が短めだったらな。70キロで私は普通に丸一日ですからね。いつ何する。ムスカワンパン、クロードって書いてあるのに、2ちゃんのスレに。まだこの先結構登るはず。あれ、そうなんだ。この辺りは何でしょうかね。海、特産物は海関係。プロは何食べるかというと、プロテイン。プロだけにとか言わないけど、あのアミノなんたら系と、あとプロテインですよね。ツイッター見てるとそう書いてる人いるから。なんか走った後のプロテイン段とか書いてあるのよく見るので。あれ、走った後に取ると吸収されるってことなのかな。私はなんかサプリ系のやつはほぼ口したことないです。なんかそっちに走り始めるとどこまでも行きそうな気がして、というのは言い訳かな。めんどくさいからですね、要は。うん、アンパンは結構いいと思いますけどね。油系じゃなくて、あの糖分だけの好みの女子。なんだっけ、前私は挑発に弱いみたいなこと言ったんでしたっけ。違う、色白に弱いだ。そう、色白の人に弱いです。ムキムキに、そんな簡単になるんですかね。止まり気味。タイヤ交換1年ぐらいですかね。1年か2年か、そんぐらいだと思います。タイヤによっても違いますけどね。あの前使ってたロードランナーのスキンサイドってやつはかなり寿命が短かった。しかもサイドが裂けてくるんで危なかったんですよ。延長確かしたような、してませんでしたっけ。そう、なんか色白だった、色白が好みだった気がする。アンパンマンが横堀しています。山口の名称で美白ともちょっと違うかな。大阪さんどうだったっけ。別に色白ではなかったような。でもそれも見た目ですけどね。白人がそれはまた違う白さですよね。挑発に、あー、なるほど、煽り体制に。確かに言われた気がついた。私は挑発に弱い。挑発されると逆上して持ち歩いてるナイフを振り回すという。ウクライナ、今なんか気分はもう戦争って漫画が出てきたな、頭の中に。なんだっけ、そうだ、大麻か麻薬かなんかの畑を燃やしてみんな灰になった時の話だったかな。本当ですか。やっぱり鉄拳のグリスってどれだっけ。鉄拳で知ってるのは初代と2ぐらいかな。3あたりから怪しいです。ん、漂白剤。今日ロト6、今日は買いません。アタック、トンネル、あれもうあれか。あれ、標高全然登ってきてないけどな。じゃあこれじゃないか、上り、ルートラボで上りは出たの、これじゃないか、まだか。こんな日に、でも雨の中でやってる人は、そうか、防水対策はやっぱ必要だからな。ちなみにまだ曇ってますかね。あ、近くにも行ってるのか。
もう最近チクラに乗ろうが乗る前がニコニコのシステム自体で同じようなことがやっぱ曇ってますか。なんだなんだ、ん、何とチュンリーが何ですか。気分はもう戦争ですよね。ちょっと降ってる便も、ちょっと雨はさっから降ってないです。トンネルの長さ、何これ、 910m 長。じゃあ電波も入らないですね多分。長、ああ GoPro また曇ってきた。これ後で映像にしても意味ないな、曇っちゃうと本当に見えないんで。ライト、あ、今つけてます。サバイバー、いや、ナイフを持ち歩いてなくてですね、ハサミだけがついてるツールナイフ持ち歩いてます。でもこれでもナイフに似てるから、おっ、あ、やばい、これなんだ、今ケーブルがサドルに引っかかってた。いや、ケーブルじゃないか。あれ、海の方、あれ、ちょっと待ってくださいね。北海道、あ、本当だ。あー、行けそうですね。行けるか、行けるか。そう、霧がすごいです。海が行けますね。行くか、行くか。スマホ、なんで、いや、でもやっぱり今すぐ行こう、今日時間ないから。1分、1キロ1分、時速60キロぐらいか。じゃあ行ってきます。一生懸命、特に焦がない。こりゃ狭いな、車の邪魔になるけど、ライニングは怖くて走れない。これ危ない。まあ車の邪魔になっても仕方がないからゆっくり行こう。いつまで電波入ってるんだ。うわぁ、ここは嫌ですね。あと読み上げもほぼ聞こえません。歩道は走れない、暗いし。うわぁ、あれ、あれ、もう抜けた。あ、これ真ん中なのか。まっすぐだからすぐ近くに出口があるように見える。あ、気をつけて、気をつけてます、気をつけます。あれ、こんなところ走っていいはず。おお、意外と大丈夫だったな。なんかもっともっと長いと思ったらそうでもない。今手元で写真撮ってみたけど、カメラの方危なくて見られないから、どんなことになったやら。ずっと繋がってたみたいですね。少なくとも私は読み上げはずっと聞こえてた。ん？トンネル、よし、抜けた、抜けた。あれ、ちょっと待てよ、ライトの明るさが変わってない。よし、一番弱いライトに戻しました。うん、集中しました。規制が出てた。
すごいな、電波ずっと繋がってたみたいですね。車道、うん、自転車、いや、それもその権利主張もおかしい。いや、そう思い出した。いや、その理屈はおかしいな、ドラえもんのあれは。別世界。お仕置き。うん、この回線まだ真っさらに近いんで。ちなみにこれ今、定額設定ミスってて、重量制課金に接続してたとしたら、この配信で 何百万ぐらい発生するのかな、パケット通信料。もう終わった。まだ全然上り下りじゃなかったか。雨はまあパラパラですね。出られた出られた。駅あります？駅はどこ？わかんねえと思うが。ちょっと待ってください。あ、抜けたか。あ、抜けてない。よいしょ。燃やってるのはそれ、カメラの方です。実際霧は出てないです。駅ってどこ？飯浦駅。ああ、ちょっと過ぎたのか。まあ、見ていきましょうかね。うん、切り出てないです。そう見えてるだけ。いや、レンズ。いや、レンズ内側が曇ってるんで、拭いてもダメなんです。霧じゃないのです。まあ、幻想的でいいんじゃないでしょうか。ん？エアコン？そう、曇ってるのは演出でございます。実際は霧は出てないです。うん、ルートラボ、あ、そうですか。え、ここのアップダウンだったのかな、あの最初の1個目は。最初の1個目ってダブってるな。ん？飯浦駅。うん、写真なかったら。GoPro の方も今曇ってるんですよね。今の幻想号っていうのは多分東宝ネタじゃないか。駅前集会場。駅前集会場っていうのはいいな。超ローカルですか、通じない駅前集会場。今ここどっち向いてるんだよ、わら。雲が近いね。定額制って外れなくなるでしょ。こんな日に走るのはロボさんだけです。あれどこだ。うん、雨合わせはずっと弱いです。ただこれレンズが曇るのは、今日走ってます。で、駅どこ。あれ、ロボさんに挑発されて走りたくなった。やっとホッとする道。自分は雨で走れないのに、うん、ホッとする道、本当にそうです。曇りはどうしようもないんですよね。完璧に一平できたと思ったらそうでもなかった。え、行き過ぎた。そう、長いですよね。え、どこ。ほんとだ、半分以上、倍以上来てますね。静かですね。静くなってきた、本当に。あと、この読み上げスピーカーの音がさっきからなんか大きくなった小さくなったしてるの、これ濡れたからおかしくなってきたのか。どこにあった駅。あ、ちょっと待ってください、曇りどのぐらいだ今。うわー、曇りひどくなってる。ああ、これ表面に雨粒がつくとその裏側が曇るのか。やっと。だから雨粒がつかなくなれば
しかしこれはひどいな。ちょっと待ってください。指で温めたら、温めたら冷たいものが表面につくと内側で結露が発生するんだから、こうやって指で温めればどうだ。あ、飛んだ。やった、理屈で考えてみるもんだ。ちょっと GoPro の方も今曇り通ってます。おお、なるほど。ライター。 GoPro の方ももうちょい。あ、でもまた曇ってきましたね。空気に当たるとやっぱ冷たいか。よし。ん、音が不安定なのは 何でもある。よし。でもまたすごい曇るんだったら、あの気温、知恵袋、気温でどうしようもないですね。あ、真っ赤ってあれか、指のあれですかね。レンズウォーマー。あ、そういう製品もあるのか。飯浦駅じゃなくて、あ、人が出てきた。ちょっと周りが静かだから。そうだな。ん、あ、これ、この上、この上か。走って冷えたら、でも雨粒が当たったとこだけ丸く白くなった、あの結露が発生してたんですよ。いや、だ、はあ、何し、はあ、うん、これか、はあ、ひどくなった。メガネ用の裏側なんでですね、内側なんで。うわぁ、これが駅。いや、これですよね。すごい。あ、すごいって皆さん見えてないのか。曇りは今。うわぁ、曇ってる。一瞬だな、これ曇り取れるの。ちょっと息見せる間だけ。どっからでもこれ水が。やっぱりシルバーリングってここのところかからかな。ひどくなってますね。よ、はい。ちょっと駅が見える間だけ。晴れてればいいや。ほら、これ、この登ってきたこの道の終点に、これが駅。で、駅名書いてない。駅名書いてないよ、ここ。でも曇り取れても一瞬なんですよ。馬車駅。そう、一瞬で曇りますね。お、あ、なんていうの。あれ、ん、大丈夫か。水中、そう、マロさんの水中カメラの真似して防水したんですけど足りなかったみたいです。まだ島根県ですかね。鉄道代行バス乗り場は国道のバス停です。いいホイール、最近買ったばっかりです。そぼ、響いてるな。無人駅ですね。この口はもう使われてないんだろうな、多分。この駅舎も古いですね。列車は着いた1日片方向 8本ですね。1日往復16本ってことになるのかな。2時間に1本か。あ、時刻表で増田方面9時36分の次が14時48分、5時間空きですね。これは峠駅で見て以来かな、この5時間空きってのは。
1、2、3、4、5時間、5時間12分待ち。5時間12分待ち。すごいな。通過すると、あの、時を結構走ってるんですよね。タヌキ。あ、こっちか。通学用、うん。そういうのでしょうね。乗り遅れたらもうアウトですね、完全に。あ、ちょっと、あ、なんか今パキッていった。ん？どうするか。よし。内部にもそうそう。だから密閉できたと、お、よ、人いらっしゃいませ。今パキッていったのは、あの、雨どいじゃないよ、雨どいは。最初からああいう風な形だったと思うし。メジャー路線、何だから線路走っても、まあ2時間に1本でも1時間に1本はどっちかから走ってきてることになりますね、あの 朝晩は。お、この人だ、地元の人かな。こんにちは。今の中学生か高校生か大学生か、中学生はないか、高校生か大学生ですね。人がいました。しかも駅に向かって歩いてきたってことは、もうすぐ列車が来るんだったのかな。なんか野球、あの、見た目野球部員、勝手に見た目で推測すると野球部員っぽい人たちでした。短髪にしてて、結構日も焼けてたっけかな。第一、第二村人が、いや、さっきおばあさんいたじゃないですか。笑われました。そもそも電車だっけ、汽車ですかね、ここは。今ボタンを押しました。お、すぐに反応した。よいしょ。40ぐらい、そうですか。ん？信号、今のところですか。まあ、これは海沿いの国道で逃げ道ないので車多いですね。迷惑行為、まあちょっとそう思ったけど。LED、雨、電車を汽車、まあ、いや、電車は汽車とは言わないじゃないですか。電動車と気動車は別ですよね。うん、ういサインを笑う、笑うか。あ、次のトンネルが、了解です。スピーカーダイソーじゃなくて、あれ、セリア、セリアのやつ。セリアと他のところでも売ってるの見ましたけど。後半車線。これで少しは道が広くなるな。知識。空のジャグ、あ、雨のことか。うん、そうですか。じゃあちょっと、あ、やっぱり裾がちょっと釣れ始めたと思ったら、裾を絞るチャックのところが開いてきてた。よいしょ。よし、おつみちゃん、
さてここから群れる国道しかないんですよこの先。あ、気温16度やっぱちょっと低いな。はあ、ん？モタオ？私は福岡出身です。16度らしいけど11度に見える。ホイールはあまり変わりはしない感じです。わかんないですね。汽車って言われると私は結構ディーゼルカーのイメージもついてきました。前はそうでもなかったけど、目的地は萩です。人はまああんまり、うん。あ、道の駅。一応一泊目の宿としても考えたところでもあるんですけどね。宿というか、野宿先として。実は言うまでもなく 100% だと思います。島根は最近、吉田くんで有名です。足動かしづれ。男尊女子は特になかったと思いますよ。てか福岡が最近手榴弾以降なんか妙に福岡が荒くれ者ランドとして認識されるようになってて、わからない。吉田くんの難しい潰し声、難しい。他の声真似もできないですけどね。福岡のイメージが、殺人事件、どんたく、博多どんたくとか山笠とか、あれ山笠どっちだっけ。一般的には山笠って言われるのを山笠って言い直すんだったっけ。どっちだったっけ。山笠のある県博多大だっけ。あれどっちだっけ。ドンパッチはあのパチパチいうキャンディーですね。あれ？もう終わり？もうトンネルだ。まあ、群馬ネタと同じですよね、福岡ネタ。93さんが。いいよね。1000以上。後半車線終わり。でも上りがもう終わってしまった。標高60ぐらいなのに。あれ？坂向け。よいしょ。登坂車線終了なんで、これで終わりですかね。こんなもんだっけ。適当言ってるな。いや適当じゃないかもしれん。私の家の住所は811だったし。抜けたら山口なんですかね。玉川トンネル山道。今回も入り口がピーク。あれは案外なかったな。下り基調だ。基本下りだ。
今のはネリーさんか。ちょっとよく聞こえなかったけど。うわ、見づらい。後ろの車待たしちゃったな。よし、聞こえるようになってきた。トンネル内はもうなんかコメントを完全にシャットアウトして駐車した方が良さそうですね。おお、来た、山口県。まあ去年前回の時の、あっ、北九州の植民地、2キロ先に道の駅があります。結構あのウエストバッグのカバーのに作ったビニール袋がサドル引っかかって破れてきてる。大丈夫かな、大丈夫かな、まだ大丈夫か。山口県、ありがとう、島根。山口県到着。あれ、今写真撮ったっけ。写真は、写真は、あ、撮った。いかんな、忘れた。ウエスト、あの、袋が破れてることが気になって写真撮ったかどうか忘れてしまった。ダッシュガード。フグ。下関だからフグか。山口、三重。山口県の総人口は300万人で、中国地方最大の県です。中国地方。道の駅ゆとり、道の駅、ゆとりパーク多摩川。あ、ゆとりパーク。これは、ホテル多摩川。あそこにゆっくり走ろうね。ゆっくりというのが見えただけでニコニコネタ見えてしまうのはもう詰まっちゃってますね。山口到着。ビニール袋、いや、まだ多分あの防水の役目は大丈夫だと思います。ゆっくり走。ラブコですかね、さっきのは。秋と満室のって書いてあったんで、見えるかな。今映像見えてますかね。どのぐらい曇りがひどいんだろう。あ、延長はどうだっけ。確かさっき聞いたような気もする。延長黄色か。ちょっとこのおじいさんとおばあさんというか、おばあさんの方が顔のパーツが全部おじいさんと一緒で、どっちもですよね。延長は、あ、そんな降ってるんですか、関東。あ、延長できてますね。OK。うん。兄妹、そうかもしれない。おばあさん。よし。意外と見えてますね。そんなに曇ってないのか。出て、うん、出た。で、あ、風がすごいのか。風もか、台風みたいな状態なんですかね。知ってるでしょ。いや、もっとうまい言い方あるのにな。知ってるでしょ。違うな、うまく真似できないな。雨はまたちょっとばらついてきた。さっきまでほぼ止んでたんですけどね。ああ、これあの道沿いに、進行方向沿いに細い溝がたくさん掘ってある道で、あの自転車のタイヤが微妙に取られて気持ち悪い。あのタイヤが左右にほんのちょっとずらされるような嫌な感触が続きます。ゆとりパーク今 1. 点何キロっていう感じ、 1.7 キロかな。この水嫌です。ん？右を振ってる？
うん、こういう路面、特にこのラインの上怖いですよね。ちょっとでもブレーキというか、あの制動しようとしたらもうスルーってきますよね。スルー。ゆとりってネガティブな言葉になっちゃったよな。ゆとり、なんか変な風潮できてますよね。みんなスラッシュつけてコメントしようぜ。スラッシュつけて、つまり私が。空気圧は、いや全然、とりあえずあのギュッとやって硬ければまあいいやって感じです。でも実際空気入れ直すときにあの空気圧のメーター見るととんでもなく下がってる。すいません、霧じゃないんです。こんにちは。これレンズが曇ってるだけなんです。ライン本当滑りやすくて怖いですよ。前のトンネルの中でそのラインの上走った人が滑ってあの転倒したことありますからね。あのサイクルトレインってイベントでなんかご夫婦で来てた方の奥さんが、なんか裏若い奥さんが、裏若いの裏って何ですかね、奥さんがあの転倒しちゃってました。うん、実家には少なくとも寄る予定です。本当はですね、土曜日の夜に福岡の実家着いてでゆっくりしてから翌日日曜日の夜の飛行機で帰ろうと、あの関東戻りしようと思ったんですけど、この調子だと多分日曜日の、日曜日は、土曜日の夜は多分下関周辺に泊まって、いやそこまで行ったら帰れるか、下関から日曜日の昼間に下関に着いて、そこから列車で臨行して、そしたらでも福岡空港まで行ってしまうな。ちなみに実家へはまだ連絡しておりません。ん、江ノ島、何島、これ今スリックタイヤです。あ、水滴。よ。どこだ？これか。お、あ、これか。それでね、GoPro の方も巡っとこう。目撃者出演はしません。メディアには出ないと思います。そもそもニコ生みたいな世界には。あ、メンタル的には結構。デリケートなので、あの、あなた方のようなコメントにさらされると絶対もう生きていけないから、あなた方のような、あんた方のような、あ、下見た、よいしょ。ん、多分生主さんの話今出ました。うん、どうですか、まだ足りないですか、カメラの向き。まだまだ下向いてます。オッケー。方々とは。そう、あのこの放送、あのニコ生の基準からいくと、あのこの放送はだいぶマシな方だと思うんですけど、この放送でいただいてるコメントは、それでもな、それでもな。あんた方なんだっけ、明日日、縦横比はどうなんでしょうね。ずっとこれでやってますけど、それでもな、妹さんってどうされてるんですか。妹はそれも多分ブログ見りゃすぐ分かると思いますけど、秘密。いや言い過ぎたかもしれないけど、でもやっぱり耐えられない人はかなり多いと思いますよ。この放送のコメントレベルであっても。あ、道の駅着いた。コグマカロンは、そうですね、現地では、あ、でも通販で売ってるはずなんですよね、確か。ゆとりパーク多摩川は入り口どれ、どれが入り口なんだ。あ、ポプラもある。うん、自分は何、あ、かな、これか。ん、隠された日。うん、またもうパラパラってレベルじゃなくなってきたな、雨が。あ、小説。
ドラゴン増本、誰でしたっけ、聞いたことない。優しい人たちですよ、視聴者。うん、かなり優しい人率は高いと思う。でもここの王層ってアンマー嵐とかわかないよね。まあ、全体的に平均で言うとどうでしょうね。え、グローブは本当にきねえから、そこのすぐ近くの銭湯に入ったことある。あ、銭湯、玉川温泉っていうのがさっき看板ありましたね。道の駅、ゆとりパーク玉川。で、なんか中心となる建物が、あ、これか。常識性の割合が高いのですな。で、ここ確か裏手がキャンプ場になってて、確か1泊1000円。まで4人。お、ソワイガス作ってる。確かキャンプ場1000円だったと思います。1泊1000円もするの1000円も、うん、キャンプ場、関東の方での基準ですとキャンプ場1000円はまあだいぶ安い方じゃないですかね。さて、ここだったら心置きなく雨宿りできる。ニコ生がなった。よいしょ。確かにお猿はパワーが。危ない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 。ふう、いや、ちょっと手すりの、手すりに当たるところに自転車のタイヤ乗せて上がろうとしたら、なんだなんだ、よし。ずっと雨だったら危なかった危なかった。ちょっとビニール使ってます。カエルの声もいいですね。整備もゴミ処理したり、よいしょ。うわ、うん、安定しないな。そう、ダメだ、後ろにも積んでると。ウォーミング中。ジェットタオル？レンベルの上着は半額で買いました。すごい格好です。見えますかね？また曇ってきたけど。ちょっとトイレ行こうかと思ったんですけど、ここにはないですね。よいしょ。配信昼どうしようかな、まだ何も考えてないんですけど、こうして
物の、うん、そうですね、うん、これカップ前から持ってるやつです。道の駅同伴ちょっと早いかな。うん、よっと。でこうして、よいしょ。あ、また外れた。うん、イベントステージです。それで、そう、多摩川、道の駅ゆとりパーク多摩川。大和って何ですかね。昨日もなんか言われてたけど、ちょっと今束ねたケーブルをこれ、よいしょ。あー、すっきりしないな。まあなんとなく止まったからいいか。で曇りは、あ、今一時的に取れてますね。黒猫山と、あ、いらっしゃいませ。トイレ行けばすっきりするよ。うん、ちょっとトイレ行きたい。お昼自炊、雨の中自炊はちょっと衛生的にも問題ありそうです。手が濡れて汚れてますからね。私がですか、誰がですか。よいしょ。充電、発電機は持ってないです。スープスパ、ガスボンベも買ったから調理したいんですけどね。ちょっと雨の中では嫌です。うん、ストームクルーザー。おっしゃ、パソコンは普通に富士通さんの、うん、なんだっけ、ルクス UG90 ってやつです。よいしょ。結構音質いいな。家のパソコンです。家では全く使ってないですけどね。何の曲流してるんでしょうね、これは。どんくらいかと言われると大したことはないんですけど、これじゃカメラに映っても分かんないな。パラ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 。あ、右上ってあれですね、新しいプレイ画面のやつですよね。トイレは？トイレは？どこ？だいたいこの本館的なやつの近くにあるもんですけどね。あ、あれか。ご当地ドリンクみたいなのもありますかね。前塔乗っていた時にはこの音楽はなんか優先的なやつじゃないですか。優先特にないか。よいしょ、うん、広告はね、なんか変な靴の言い方してますよね。よいしょ。いや、どうだろう、今どういう状況か。生姜の味噌汁、ちょっとこのバス停の方に入れさせておいてもらうか。中じゃ、外だったらもったいないか。うん、配信料金なんて設定ないでしょ。よい、ここに荷物入れて、じゃあトイレ行ってきます。しばらく地面配信でお願いします。
かしい。雨具着てると本当に出しづらくて困りますね。よし、お手洗いから戻る。戻りました。でウエストバッグを。そう、10年ものです。でも10年超えて11年か12年かですかね。買ったの99年末ぐらいだったと思うんですけどね。確か仕送りしてないです。申し出てはん尖ってる減量。うん、10年。洗車ほぼやんないですね。今まで何回かしたことあるけど。パナソニック稲葉の自転車か。稲葉の、うん、何何よいしょ。あいにくの雨なんですよ。じゃあトイレも借りたことだし行きますか。何も食べずに注意は。いや全然やってないです。自転車バラすのも得意じゃないです。カーウォッシュ。あ、そうそう、あの体重65ぐらい、身長168ぐらい、そう、車用のなんか拭き取り用のやつで自転車を拭くといいっていうふうなツイッターで見ました。ツイッターで。妹は配信してないです。ん？チェーン、いや何度も取り替えてます。ただあの走って帰ってくるたびに自転車拭いたり。チェーンに油させたりはしてないんですよ。ん？平均的？パナソニック自転車、パナレーサー自転車結構昔からありますよね。松下自転車っていうナショナル自転車、大昔からやってますよね。老舗中の老舗じゃ、老舗じゃないですか。雨、私もこんな雨だったら普通走りません。このマカロンはですね、あの身内のものがいいのもなんですけどうまいですね。私はマカロンっていうのは結構甘さが強くて、そんなになんかわーこれ美味しいと思うものではなかったんですけど、このマカロン見た目だけじゃなくてもあんまり言うとやっぱり嘘くさいからやめとこう。多分ステマって言われるから今のご時世。うわー明日雨じゃない。うん、あとですね、あの福岡県の箱崎、あれ箱崎は今市だっけ、箱崎っていうところのカタカナで箱市っていう文字列で検索すると、福岡県の鹿児島本線箱崎駅の近くでやってる、あのなんていうのかな、クリエイター的な人たちが集まって、あのその食べ物とか、あとなんだっけ、手芸の品とかを売るなんか市やってるところがあるんですよ。古い建物借りて、その箱市っていうところで確か毎回出してるはず、コグマカロン。そこだったらあの現地で確実に買えると思います。あれじゃ、だからなんか、ああ挟んであるし確かに似てる。うん、万年のオムの、すいませんカメラのせいです。あそこのところにさえちゃんと、他のところはもう全部塞いできたから。あ、じゃあ前回曇ったのもここから水が入ったのか。カメラまあ曇るだけなんで水そのものが入るレベルじゃないんで大丈夫だと思いますけど。いや一緒か。そうゴールデンウィークでこんなに雨ってそんなになかったですけどね。なくなってきて、外気温が下がれば下がるほど曇ってくるみたいです。ああ、うん、ね、めっちゃ幅が確かに。箱市、カタカナで箱市。桜満開。私もこの間桜のしびれ湖ってとこで見てきました。極上洗車屋。まだ梅雨は入ってもらって困りますが、今ベストシーズンなので。暑い。うん、一応これ今 FMLE です。
これはまあ道なりですね、真っ白の方。関東でもそうですよね。クッキー、焼きメレンゲとも違うんだっけ、あれは。うん、アイスじゃないです。アイスバージョン作れるのかな。対策、確か落ちるんじゃなくて、まあ確か落ちることもあるか。プライマリサーバーエラーってエラーが 出続けて、それ以上 FMLE がニコ生サーバーに繋がらなくなることがよくあります。たまに復帰することもあるけども、そうなったらもう15センチ、そうなったらもう通常配信してやるしかないです。平均あたいさん、あ、初見さんいらっしゃいます。私は福岡出身です。湿度も、そうですね。どうもすいません、カメラのせいです。カメラというか私の防水が足りなかったせいです。防水対策が、雨具はこんなのなんとなくわかりますよね、曇ってても。あ、博多の人。私は小賀市です。あ、レンズ吹いた。結構寝たのにな。サイクリングロード、アポロでした。豆ライブ、そうです。うわぁ、ホワイトバランスがなるほど。そう、オレンジ色目立つし、ただ着るのはなかなか勇気いりますよ。カメラが曇ってます。霧は出てないんです。でもこのウエストバッグにもビニール袋をかけて樹脂に、停滞してしまうともう福岡まで到着しないですからね。少なくとも下関まで着けば過去に走ったところにつながるので、まあそこまでは言っときたい。コメント生まれるとすいません、だいぶ取りこぼしが多くて。でもあれだな、取りこぼしの言い訳としては運転に集中してるのでっていう。GoPro も超曇ってます。 GoPro の方がどちらかというと見てられないんじゃないかな。ん、ダイビングで。あ、大学生、私自称してないですからね。そう、結構な雨です。あ、今はまた止んできたかな。まあザーザーじゃないだけいいですね。スタートはツワノです。昨日の昼2時にツワノに特急スーパーオキで到着して、で出発したのが3時ぐらい。お、こんにちは。ランチはこの先なんか市街地ありましたっけ。確か GPS の地図で見るとなんか街がありそうな地形があったんですけどね、この先に。少ないですかね。焦げなくて。ああ、降りたことは何度かありますよ。次のこと、バチゲーム。あ、日本はまあ全国じゃないですけど、さくらさんいらっしゃいませ。
今こちらの、山口県の今もう萩市なんだっけ、萩市だったよな。山口県はだだ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 だ、今日ルートは一応作ってます。ただ国道沿いです。ずっと朝食うまかった。レーダーに、そうそう、朝食はそうですね、美味しかったです。あれは納豆、あの納豆も結構美味しかったな。納豆、卵、立ち見で、ま、今立ち見出てるんですかね。あ、でも確かコメントがいつも良いから立ち見出てるのかもしれない。お昼まだ決めてないです。持ってる予算は無尽蔵。昼はどっか市街地で、今日は萩の市街地の方か山の上登ったところにある道の駅に泊まろうかなと思ってます。ちなみに雨です。あの萩の道の駅の山の上の方はですね、道の駅萩王冠だったかな、うん、あ、オートメーターっていうの使ってないです。あ、いらっしゃいませ。あの萩王冠、あの王冠路の王冠っていう道の駅の検索するとですね、なんか駅長ブログってカタカナで駅長ブログとか、なんか結構あのネットリテラシーが高いとこですよ、あの道の駅萩王冠。あ、レンズよいしょよいしょ。これで GoPro の方も、道の駅はまあ軒先に、いや勝手にテント張って泊まるだけなんで、許可されてるかと言われたらされてるわけじゃないんですけど、ただ公共性が強い建物だから軒先借りても直接怒られる危険性は低いかなと。あとはその直接迷惑を被る人もあまりないかなと思って。ダメか。あ、寒さは全然ないです、ちょうどいい。そう、あなたたちだけ飲む注意報です。ホットボンドをどっかで売ってれば、あ、でもまたそれ使い捨てるのもな。天気は今日の午後からは好転するらしい。ドライヤー、あ、内側の水分飛ばせば少しは良くなるのかな。まあでも今日のうちある程度進んどかなきゃいけないし、滝まで行きたい。てるてる、言わない。ああ、星ながら。ああ、帰りの声。そう、道の駅にテントです。キャンプじゃないんですけどね、だからだいたい自炊するための水も、あのトイレの蛇口とかで水を借りして、まあ、返さないけど、うん、テント持ってきてます。テントのポールがですね、新しく買ったテントの方のポールがなくなっちゃって、私のその今、靴とかした部屋の中でどっか行っちゃって、まさか前回あの津和野からクレスポ乗ってた大阪の人、大阪の人って大阪で放送は私はしてないですけどね、大阪の人っていうのはどういう話なんだろう。そう、雨だから気をつけるよ。なんだっけ大阪のって。あ、ちなみに一ついただいた方で私が忘れてるっていうパターン結構あるのでご了承ください、申し訳ないけど、私はただでさえ仕事上で人を覚えられなくて困ってる人間なんで。ん、あ、大阪でスーさんのことかな。うん、消すんです、わかりません。大阪さんロードでした。多分スーさんですよね。平均スピード今日20キロ切ってるだろうな。あ、巡航スピードがってことですけど。スーさんはツイッター上ではむちゃくちゃ活動してるので、単にあの自転車走してないだけだと思いますよ。確かに放送自体も今やってないのかな。あ、いや、雨降ってたらまた宿探します。あのねえねえ、これが2個目の上りかな。
確保が、今日は何の日だろう。萩は今何やってるんですかね。萩祭り。通算は中華カーボンステイクロードに乗り換えたからね。通算の名曲を聞きたいな。そうそう、配信、今その生配信の方あまりやってない人に関してやるようにというのは私は言えないので、私自身も今日はノリの日ですね。ノリ。ハギ焼き祭りか。やっぱそういうのやってるんですね。鳥泣いてる。雨上がったか。生放送まだ。あ、雨まだ。松影先生。吉田先生のことか。ああ、こういう食堂もいいな。食堂リン。今時間は11時半か。悪くない時間帯ではありますね。どうしよう。機動隊遭遇してないです、今回は。迷う。腹的にはそんなにまだ減ってないんですよ。しかもこの格好で。よし、先送り。もうちょっとこれ雨が止んで。掘り継ぎすみません。対策が不十分でした。GoPro もそうなんだろうな。ちょっともう一回確認。うわー、曇ってる。パンクイベントはないです。雨が降ってる間はないです。早く、そうでも、そうなんですけどね。ちょっと今コメントが、よし、これで聞こえるようになった。今の、迷ったら、やっぱり入るか。私は頭の中で理屈で今考えてたんじゃなくて、どっちかに倒れるの待ってるんですよ。頭の中でそのイベント、すいません。やっぱり入って寄っていきます。ここで昼飯食っていく。電波やばいですか。で、ご飯配信はですね、基本的にはやらないんですけど、ここはどうかな。微妙だ。とりあえずポタパイ持って入らないと。これ緩めて。電波良くないならこれ一旦配信止めとこうかな。お店配信は店にそう迷惑かかる可能性があって。ポタファイどっち入れたっけ。パンクしないタイヤですか。いや、しますけどね。しにくいとは思う。あとすり減りにくい。ポタファイ、ポタファイ。電波良くないのか。じゃあここで止めてしまいますか、一旦。
FMLE が止まってんのかな、これもしかして。どんたくゴールデンウィーク中でしたっけ。じゃあなんかすごい、外れた外れた。じゃあ結構映ってたも、映ってるんだなこれ。臨食堂か。そう、臨食堂。ここで、食堂臨によってきます。放送は一旦中断して、そうですね。中断して、食後に再開しますと、食事はツイッターで、あれ、ダメだ。じゃあこれで一旦中断します。多分12時半ですね、次は。 OK、 食事はツイッターで。では更新したら真っ暗になった、いつから再開するの。12時半、見たかった、ツイッターやってるんだ。表で再開します。ツイッターにあげます。では結局帰ります。じゃあ